こんにちは、ことぶけみこです。流れるようにヨガのポーズをつなげられるようになると、どうしても意識が抜けてしまうお腹周りを中心としたコアマッスル、今日はここを意識してポーズをとっていきましょう。一つ一つのポーズ、一つ一つの姿勢にじっくりと時間をかけながら、お腹の中から筋肉を育てていきましょう。お尻を高く持ち上げて、視線のおへそを覗いたままダウンドッグポーズをとっていきましょう。肩に体重が乗り切ってしまわないように、先ほどの肩の使い方もう一度思い出していきます。少しおへそを覗き込むようにして、お腹の力をぎゅっと縮めて中にとどめていきます。今度はプランクポーズ、足を内側に寄せていきます。左足に限りなく近づける。もう一度足を蹴り出して、今度は外側です。お腹をぎゅっと縮めながら足を広げてキープ。もう一度両手をお尻に添えて、尾骨をしっかりと下にしまう。これでお腹を強く保っていきましょう。両手は頭の上。もう一度スクワット、一度吸って吐きながら沈み込む。吸ってアップ、そのまま骨盤だけくるんと開く。足の幅少し広げてあげましょう。おへそが真横を向くよ。でお尻の高さを揃える。ぐーっと背筋が伸びて、尾骨が下に下がったら指をほどいて、そのまま視線は前の指先に送っていきましょう。ウォーリアー2。今度は背筋を引き上げたまま、お腹を持ち上げ、両足を持ち上げて胸の膝を無理に伸ばしていくことより、背筋をまっすぐ引き上げて、足と体の継ぎ目、この足の付け根のあたりの筋肉でキュッと足を